始まりました。村瀬先生のぶらり歴史歩き。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が古地図を片手に今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。前回に続き舞台は京都下鴨神社界隈。神社にまつわる歴史や人気スポットをさらに深掘りします。それでは後編も下鴨神社からスタート。前編に続き大塚さんご案内お願いします。みたらし池ですよね。みたらし池、はい、美味しそうな名前ですね。みたらし池もうおっしゃられる通りでございまして、みたらし団子発祥の地と言われている場所でございます。こちらが団子発祥の地、はい、我々が今、当たり前のように食べてるみたらし団子、はい、ここがどういうつながりですか。もともとここがですね、今はもう舗装されてるんですけれども、はい、うん、やっぱりこう砂や砂利等でできた池だったみたいでして、うん、そこからこう水がポコポコとこう湧いてるんですが、地下水でございますので、うん、こうやはり気泡が上がってくるんですね、はい、でこの気泡が連なった姿というのを見て作られたのがみたらし団子だとされておりまして、もともとは神様へのお供えとして作られたようなんですね、うん、みたらし池の近くにはみたらし社があり、井戸の上に立つことから別名井上社とも呼ばれています。土曜の牛の日にはみたらし祭りが最高。池に足をつけると毎日を無病息災で過ごせると伝えられているんです。また葵祭りでは斎王代のみそぎの儀もこちらで行われています。こちらがですね、お祓いの場所とも言われておりまして、はい、そういうところからですね、その泡の形の丸をですね、一つ頭で開けて1234で獅子を表して、人の形を表しているっていうですね、苦心を指してですね、しておりまして、お祓いの一つの道具としても使われていたというようにも言われてるんですね。みたらし団子。みたらし団子ですね。我々一般的にみたらし団子食べるときって言ったら、こう串にこうきっちりとお団子が刺さってるでしょ。きっと詰まってますよね。そして現在のみたらし団子が完成するまでにも経緯があったそうで、焼いて持って帰っていただくときにですね、もう硬くなるんですね、でも皆さん帰って食べたらカタカタになっているふうになりますね。なのでこの辺り結構お茶屋さんが多かったものでございまして、そこでなんとか美味しく持って帰ってもらえないかということで、醤油ベースのタレにつけてこう持って帰ってもらったんですけど、そっちの方が美味しかったみたいですね。それで現在のあんかけの美味しいから、ね、はい、この味付けやったんですね。最初はもうやっぱり保存用というあ、はい、タレだったんですけれども、それが今ではもう本当にみたらしのタレ、タレをつけたのがみたらし団子と。美味しいですよね、みたらし団子。まさかみたらし団子はこうみたらし池から通じてると。そうなんです、実は私の飼ってる犬の名前もみたらしなんです。みたらしなんですか。はい、縁を感じます。それはあれですか、やっぱりみたらし池から。いや、みたらし団子が好きから。まあでもそのみたらそのあなたが好きなみたらし団子はどこが発祥。みたらし池。そうなんです。わー、感慨深い。ありがとうございます。縁あるな。縁ありますめちゃくちゃ。そんなみたらしとの縁にあかって2人が向かったのは鴨みたらし茶屋。下鴨神社の門前で100年以上愛され続けている名店なんです。やっぱり百聞は一見にしかずと申しまして、はい、やっぱり実際にね、説明受けたみたらしみたいでしょ。それはもう外せないですよ、はい、あー、もう香ばしい香り。あ、香りや、ね、形ほら、本当や。大塚さん、なんて言ってた？人の体を表してるんでしたっけ？五体を表してるというね。いただきます。うわ、いかがですか？この甘じょっぱさ、もうちょうどいい。もちもちですし、この熱々のタレも美味しい。いただきます。先生、似合うな。うまいな。この香ばしい。加減がいいでしょ。絶妙。平成みたらし団子めちゃくちゃ似合いますね。なんでやねん。なんか CM 出るそう。なんでや。パッと見洋菓子じゃないやろ。和菓子。二人は再び下鴨神社へ。
続いてやってきたのは縁結びよ。縁結びって書いてる。大塚さん、ここはお参り来た後は外せないですよね、はい、そうですね、下鴨神社の中では外せない一つだと思っております。ご縁の神様がお祭りされておりまして、うん、恋愛だけでなく仕事のご縁とか、うん、人と人とのご縁というのを結ぶ神様だと言われてるんですね、はい、てっきりこう恋愛だけかと思ったら、まさに広い意味での縁結びなんですか。そうなんです。お祭りされてる神様がいわゆる縁というものの神様なんですね、うん、縁そのものの神様でございまして、はい、もう何でもこう縁を結ばれるという神様なんですね。いや、俺以前来た時に、はい、本当にスーツ姿のビジネスマンの、はい、結構中高年の方がここにお参りされてて、はい、まあ、もちろんね、どういうお参りかお願いか分からないですけど、仕事の可能性もあるわけですね。そうなんです。お仕事の子供ご縁を結んでいただけるというような感じがありますね、はい、いや、それはもう仕事も恋愛 もう全部祈らないとオールマイティやっていただいて、ね、煩悩だらけですけど、欲張りすぎ、欲張りすぎか。そしてお社の隣には不思議な力が宿った御神木が、はい、御神木が横にありましてですね、うん、まあ、この御神木は蓮理の榊というですね、はい、名前がかっこいい名前、うん、ね、もともと別々の木が一つになっているということですね、うん、ご縁を結ぶという意味の木だとされてるんですね、うん、本当だ、まあ、寄り添ってる。そうなんですよ、合体してるんですね、あそこで、はい、まあ、蓮理の榊って言ってるんですけど、これ樫、うん、の木なんです。樫の木、はい、榊ではなくね。そうなんです、うん、これなぜかと言いますとね、うん、あの昔は常緑樹を全て榊っていうふうに言ってたんですね、うん、あのいわゆる木片に神とか入れですね、うん、やっぱ神様の木というふうな信仰がありまして、うん、はい、樫の木なんですけれども榊という名前がついてるんですね、こちらは、はい、で、まあ、あの枯れてしまうとですね、下鴨神社の境内とかのどこかで同じように蓮理の榊が出てくるというふうに言われておりまして現在4代目というか4代目、はい、すごいなと思うのが、これが万が一こう例えば枯れたりとか、はい、倒壊しても、はい、また違うとこから出てくるっていうのが不思議ですよね。不思議、縁はもう途切れないというのがありますね。そんだけご利益あるわ、お祈らないといただけたらと思う。お参りしないとここは念入りに、念入りね、撮影後も念入りに。続いて3人は忠須の森へ、こちら忠須の森というところでございますですね、はい、あの下鴨神社の社僧と言われる、うん、古代からある森でございます、うん、いいですね、鳥の鳴き声も聞こえて落ち着く。そうですね、神様がおわす森というふうに言われておりまして、ね、まあ、ここで出てくる音っていうのは鳥の鳴き声も含めて川の音とかも全部全て神様が出されてる音やというふうに言われてるんですね、はい、やはりの昔から怖い森だというふうに言われておりましてですね、忠須の森、はい、入った方の心が忠される、行いが忠されるというような意味合いもあるそうでございまして、うん、昔の方は本当に入るのをためらっていたっていうくらい、はい、ドキドキしますよね。なかなか森やったと言われてるんですね。私大丈夫かなって、いやいやいや、改めて感じます、ね、古代から生き続けるこの森は広さが東京ドームおよそ3個分、社殿を含むこの森全体が世界文化遺産にも登録されているんです。ここで村瀬先生、気になったことが、はい、ここだけなんか敷地がちょっとこう、あ、本当ですね、区切られることありますよね、はい、なんか意味あるんですか。ここですね、霧芝っていう場所でございます。霧芝、はい、ここがですね、忠須の森 の一番重要な場所とされておりましてですね、はい、下鴨神社で大きいお祭り、葵祭りが有名なんですけれども、はい、その前にもう一つお祭りがありましてですね、うん、三陰祭りというお祭りがあるんですね、うん、葵祭りが5月の15日に行われておるんですが、三陰祭りが5月の12日に行われるお祭りでございまして、はい、比叡山の方に、ずっと向こうの北の方なんですけれども、三陰山という山がありましてですね、うん、そちらの山に下鴨神社の荒御霊がお祭りされてるんですね、でこの荒御霊をお連れする儀式があるんです、うん、ご本殿 の今ちょっと穏やかになっているお御霊と、うん、はい、合体というのを合祀させましてですね、お力を高めていただくという儀式があるんですね、でこの一番力が高まった時に行われるのが葵祭りなんです。だからその葵祭りの前に御蔭祭りが行われるってことなんですか、はい、最後にここでですね、あずま遊びというですね、ようこそ来てくださいましたっていうことをするんですね、その荒御霊に対して、それがこの場所でございまして、霧芝という場所で行われるんですね、
この御蔭祭ではですね、御神霊が馬に乗ってこられるんですね。馬に、馬に、はい、御神霊というのがここに入られるんです。私今ここにいてていいですか？ここに悪者という小屋を建てまして、うん、御神霊は馬の目を通じてそのここで行われる東遊びというですね、御本殿で青夏の時に行われる青妻遊び、その神様をお祝いするお祭りなんですけど、はい、舞なんですけれども、うん、そちらもここで行われておりまして、それをここでこう神様が見られるっていう場所なんですね。重要な場所じゃないですか。はい、でここでお楽しみになって最後御本殿に向かわれるという流れになるんです。うん、すごい。これちょうど中心地ぐらいですか、ただその。そうですね、ただそのちょうどど真ん中あたりというふうに言われておりましてですね。これ大塚さん、はい、なんか石碑とか建てといてもらってますかね、本当に。確かに、ね、うん、なんでごもっとねになってるのかなというのは、なんか素通りするのもったいない、もったいないですよ ね、もったいないような場所ですよね、うん、一番こうやっぱり霊源あらだかな場所だと言われてるんですね。うわ、知らなかったらほんまに通り過ぎちゃう。下鴨神社の境内タラスの森には他にも関西ラグビー発祥の地や、5月にはやぶさめ神事が行われるなど見どころも盛りだくさんです。続いてやってきたのは下鴨神社の拙者である河合神社。河合神社といえば、はい、女子は絶対お参りするべきですよね。はい、そうですね。テンション上がっとんな。もう気合入りますわ、ここは。ありがとうございます。はい、河合神社という神様なんですけれどもね、はい、この神様は玉依姫の御事なんですね。ご本殿と、そうなんですよ、お名前が一緒なんですよ。ええー、こと気づいたら、そうなんです。ただ漢字が違うんですよね。はい、玉依姫の姫、一応分けて書いておりまして、うん、はい、ご本殿は愛媛の姫を使っておりまして、うん、はい、こっちは姫路の姫、本当にお姫様の姫を使ってるんですね。向こうは上賀茂神社の鴨は経過土の神様のお母様なんですけれども、うん、はい、こちらは、初代の天皇神武天皇のお母様の玉依姫を祭りしてるんですね。あ、読み方は一緒やけど、うん、違うんですね。はい、神様も別。別なんです。あとちょっと私から質問があるんですけど、はい、この河合神社、三水の川が合う、合流するって書くじゃないですか。はい、これすぐ近くのとこに今高野川と鴨川が合流する地点あるじゃないですか。はい、その合流っていうのとも関係するんですか。そうですね、おっしゃられるとおりでございまして、もともとあちかのいわゆる合流地点というのはもうちょっとこう北の方に寄ってたそうなんですね。はいはいはい、ですのでちょうどその辺りにお祭りされてる神社ということで、うんうん、河合神社というのを言われてると言われてるので、かなりちょっと不思議な神社でございまして、うん、はい、ここの神社なんですけれども、社格というのか、いわゆる格がかなり高いんですよね。はい、うん、でいろんな説はあるんですけれども、はい、一説というか昔話によりますとですね、うん、貴族の方がここをお参りした時に、はい、ここを下鴨神社と勘違いしたっていうので、かなり大きいお社だったらしいですね。でご本人行ったらもう一つお社があって、何やここはというふうに思われたっていうくらい、かなり数形というか高かった。うん、ですね、名前的に河合神社という名前であって、うん、なおかつかなり高い社格を誇っていたということからですね、うん、ここ鴨川の治水神だったんじゃないかというふうに言われてるんですね。鴨川っていうのを守る神様だったんじゃないかと言われておりまして、うんうん、古き今でこそね、鴨川って言ったら穏やかに流れてる川ですけど、はい、昔はね、鴨川の流れがもうどうもこうもならん言うて読まれたこともあるぐらいの暴れ川でしたもんね。そうなんです。でやっぱりその京都っていうところの、まあ、町づくりの中心になってるというふうに言われてましたので、まあ、そこをこう治めになる神様として強く崇敬されてたんじゃないかと言われてるんですね。そんな歴史深い河合神社は女性の守護神、また美麗の神様としての信仰も有名で、特に人気なのがこの鏡絵馬。普段使っている化粧品でメイクをすることで美麗祈願が行えるんです。お参りをし、早速メイクを開始。でもいいですよね、最初からこう目とかはね、ちょっとパーツね書いてあるから、これをどうするかよ。腕が試されますね、ここは。アイラインアイラインアイラインか、はい、私はちょっとナチュラルに茶色。うん、メイクをすることおよそ5分。できましたか？できました。
あなたがやってる間もうずっとお話を太田さんと喋ってましたよ。途中でも見せてもらっていいですか。自分のメイク道具で描きました、うん、じゃん。ポイントはこの肌のツヤツヤ玉のような肌になりたい。来世涙袋が欲しい。これある人可愛いな思って見てはんの。なんかちょっとセクシーだな、うん、よく言われますよね、うん、あなたね、もう願い事がでかすぎるわ。え、にしてもう世界一の美肌をお願いします。世界一か。しっかり書いていただきましたよ。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。神様にお届けになると思います。大塚さんのお墨付きです。はい。さあ、駅の方にねちょっと戻ってきたんですけどね、はい、今僕らが渡ってきた橋なんですけど、はい、名前わかります？名前ついてるんです、はい、ついてるんですよね。つけちゃいました。早かったね。はい。出町橋、はい、出町橋っていうんですけど、はいはい、出町橋っていうのの由来って分かります？出町やから、うん、か舞妓さんとか芸妓さんの出町してた。ここでここではないか。せやな、やっぱり四条祇園四条までは祇園ですよ、ね、な。出町っていうのは、はい、まあ、京都から出ていくところ、まあ、京都から出る出発していくところっていうことで、はい、出町っていう名前がついたって言われるんですよね。そうなんですね。町を出る、そうなんです。そのまんまやったんですね。そのまんまなんです、はい、出町、まあ、京都から出ていく出発の起点言うたんですけど、はい、その代表的なところが出ました、石碑。これなんですよね。はい、なんて書いてます？サバ街道口。ご存知ですよね。サバ街道。サバ街道はこの地から福井県の小浜へと至る若狭街道のことで、京都と若狭を結び多くのサバが運ばれたことからサバ街道と呼ばれるように。サバを運んでくるっていう時に、はい、こう取れたサバをすぐお腹のとこに塩を詰めるんですよ。はい、ちょっと日持ちしません？あ、確かに腐りにくい。これでこうえちらおちらおちらって1日かけて運んできて、はい、そのサバを使った代表的な京都のお料理の一つがサバ寿司になるわけなんですね。あ、サバ寿司ってなんかいい時にね食べるようなイメージあります、うん、ちょっと食べに行きたいです。え、はい、はい、もちろんもちろん僕が行きたいねんけど。私も行きたいです。ちょっとサバ寿司行きましょうか。やった、はい。ということでやってきたのはサバ街道花折れ。古来より京都の人々のご馳走、そして祭りや晴れの日に食卓を飾るサバ寿司をいただきます。お待たせしました、花折れでございます。ありがとうございます。先生もちょっと見てください、美しい。いただきます。身が肉厚でしっかりしてて、サバの旨味もめっちゃ出てますし、臭みとかも全然なくて、うん、臭みのないのが美味しいところ。あ、そうなんですね。旨味しか出てないです。ありがとうございます。いただきます。一口大きい先生、さすが。おいしい。美味しいですよね。すごい美味しいんですけど、一応こだわりってどういうところ？そうですね、油の乗ったサバを吟味して仕入れてますし、うん、お米はお見舞いの日本バレとコシヒカリをブレンドして炊いてます。日本バレ使ってはるんですか？あの粒が大きい、ね、粒が浸透しやすいんです。わ、日本バレって知ってる？え、いいお米。ふわっとしてんな。結構でも昔はよくね、日本バレとか食べてましたもんね。でもそればっかりですると硬いご飯になっちゃうんで、うん、そのためにコシヒカリを混ぜてるんですよ。ちょうど程よい粘り気というか、程よいバランスになってるっていうのはブレンドに秘密があるんですね、はい、気になること聞いていいですか？はい、いや気になりました。私も大学生とかこの辺結構観光来られるんで、はい、学生証を出していただいたらお安くさせていただいてます、はい、わ、そんな粋な大学生おらんすか？いらっしゃいます、
やっぱりこう下鴨神社さんといえばやっぱ葵祭りのイメージがすごいあると思うんですけど、葵祭りの時っていうのはやっぱり観光客の方であったり、また氏子さんとかとかでも賑わうんですか？観光客っていうのは、まあ、地元の方もその入らはりますね。下鴨神社入ってまた上鴨神社行かはる間の休憩の間にここに行ったりとか。はい、なんて贅沢な休憩タイム、下鴨神社でお参りして、うん、ちょっとここで腹ごしらえして上鴨さんに行くと、追いかけて上鴨神社へ行くと、でまさにお祭りですから春の日ですもんね。そうです、ぴったりですね。さま寿司いただく、そんな京都人になってみたかったね。しゃべってるな。今回のぶらり歴史歩きはここまで。二人が巡った地図はご覧の通り、街中にありながら静かで落ち着いた雰囲気が漂う下鴨神社、歴史に思いを馳せながらこの辺りをゆっくり散策してみてはいかがでしょうか。今日一日こうこの界隈歩いていかがでした？いやもう全身にパワーみなぎった感じしますね、うん、なんか心なしか肌も綺麗になったような気もせんでもないかなで、待たされましたもんね、僕らね。もうあの河合神社で河合神社もすごい祈願できてよかったですし、もう御利益出てる。本当に下鴨神社、うん、紀元前から信仰されてたっていうのも聞きましたし、はい、それだけいろんな人が信仰して思いがあって今もつながってるんやなってすごく感慨深かったですね。うん、ね、歴史と今がもう本当に地続きになってるっていうのをすごく感じました。うん、ね、だとやっぱりこう携わっておられる今日お話を聞いた皆さんも本当にこのエリアのことを愛してて、またこの地域の文化であったり大事な受け継がれてきたものを後世に伝えようっていうような、そんななんか穏やかな口調の中にもこう熱さが感じられるような、そんなね人々と出会いましたよね。次回は源氏物語の始まりの地、そして紫式部とのゆかり深い滋賀県の石山寺をぶらり歩き。それではまたお楽しみに。